と。震えるオリックスのクリーンアップを。まあ足立もそういう日はあるわ、うん、まだ終わらんよオリックスの恐怖は。ああ、言ってやってくださいよ、マスタカさん。不甲斐ないっすわ、やっぱ足立好き元じゃダメっすわ。マスタカさん言ってやってくださいよ、これがパ・リーグだって。マサタカさん、でもそういう日もある。マスタカさんは攻められない、そういう日もある。あ、いいんじゃない、足立さん見せてやってくださいよ。さすがっすわ、やっぱ足立さんっすわ。行ってやってください足立さん、いいね、ホームに送球。誰ごめん、誰いや、かわいそう、こんちゃん、うん、そつけるからやん、キャッチャーとか適正で、できるけどさ、こんちゃん。いや、まあまあ、オールスターだからな。まあ、ありかもしんない。だ、平の球受けれんの、こんちゃんの才能が溢れてるって。平の球受けれんだろう。余裕で取ってるやん、だって。こんちゃん。こんちゃん、かっこいいわ、もう。ちょっとガルビスが大好きな番号を背負ってんだけど。打たんだろう。なんかリアルで2軍から帰ってきて頑張ってるけど。それとこれとは話が別だろう。俺たちの松坂大輔の背番号を背負うな、お前が。ふざけるなよ。松坂大輔という偉大な西武の投手の背番号をお前が背負うかね。もう。